マックリーとのね、約束を果たすために、富士スピードウェイで誰よりも先にゴールするという、そういう課題ですが。やーめごめんマックイーン、約束を果たせなかった。果たせねえ。ちくしょう、本当にあと一歩のところだったのに、もうあと一歩のところだったのに、あと一歩で、あーすごく悔しい。いやー勝ちたかった、本当に勝ちたかった。今回のマリアクチャラシリーズではそれを超える時が来た。メジロマックイーン、ここのサラディーナで体中チャンピオンにする。最後の GR3 イベントで、いやー、また約束破っちまった、本当に。どうすることもできねえ、本当に。その約束は現実の壁にある闇の雪に包まれ、全てを失った。もうどうすることもできない。彼女に合わせる顔がない。そう思って闇の中を生きるしかなかった。二度までも約束を果たせなかったことが原因で、闇の中を生きるしかなかった自分にはまだ諦めたくない。彼女をどうしても助けたい。そして約束を果たしたい。そういう気持ちが体全身を駆け巡っていた。その気持ちがあったからこそ、自分は彼女とね、そこを果たすまでは諦めたくはない。絶対に、とそう思って前へと進んでいた。そのある日、GT7 のメニューブックナンバー39に書かれてある選手権、ワールド GT シリーズが GT7 の最後のメニューだと知った自分は、彼女の元へと向かい、こう伝えた。今度、ワールド GT シリーズの最終戦、24時間で、誰よりも先にゴールする。もう、これで最後にする。そう伝えた自分は、ワールド GT シリーズで勝てなかった人たちの無念を晴らすため、ワールド GT シリーズ総合優勝という、目標、いえ、夢を叶えるため、そして今度こそメジロマックイートの約束を果たすため、最後の望み、最後の賭けに出た。ついに、決戦の時来ましたと
メニューブックナンバー39、ここね、ここで開くと、いよいよこの時が来たね。今回は最高度の選手権ワールド GT シリーズに挑戦してもらう。今までコレクションしてきた車からお気に入りの1台で参加しよう。ただしこの選手権に設定された BP 上限は実に800だ。周りのライバーカーたちも GR3 のレーシングカーばかり。勝てる車を準備するのは簡単じゃないだろうが、頑張ってほしい。目指すのは表彰台、総合順位3位以上だ。ここで君の帰還を待ってるよ。ということで、ここがラストメニューっていうことを知ったわけですよね。ツイッターとかで最後頑張ってくださいというツイッターが飛びかかってきましたので、ここで俺がナンバーワンに行ってマックリートです。そして皆さんのために、でこれからもね、これから自分のところにチャンネル登録や高評価を押してもらえる方たちのために、でそして自分自身のね、勝利のためにいくぞ。皆さん、行ってきます。スタート。ここで俺はナンバーワンになるんだ。ナンバーワンになるよ。思っていた方より結構遠いが、大丈夫、まだ抜かせるところがある。よし、これここで切れちゃって、ここからだったんだ。こっからだからな、超きついのは。よかったよかった、押し出さなくてよかった。いや、ちょっと配分で SG 走行ってつけるのちょっと忘れてたけど、でもいい、これも勲章の証だからな。さあ見せてやろう。よし、ニュールだからね。すっごい綺麗な山。
あ、バイパーか。バイパーの場合だとここちょっと抜かさない、抜かしどころを考えないといけない。よっしゃ、来た。まず距離はあるからね。俺が助け出す、必ず助ける。自分のシナリオはこうだ、いや自分のシナリオはどうだでじゃあ俺のシナリオはこうだ、俺のシナリオはこうだ。ニュールブルクリングでマックイーツでそこは果たしたってね。それを見せる。やるなみんな。だけどここだよ。おい、しゃ、抜けた。さあアグレッシブな勢いを見せる。よし、もしよろしければ応援のほどよろしくお願いいたします。一応お願いだった。その時はね、必ず勝って帰る。おっとっとっと、よし、ちょっと押した。ここから行くぞ。いやただね、ここでねバイパーが迫ってきてくる。ただここはコースをストレートで爆破していくしかない。どうするか。あと一周。
レディーファイト、勝負だ。ファイナルラウンド。これ耐えて、負けはしない、もう二度と。いつだってあの約束を果たしたかった。一番傷つけてきてるのは俺だ。こんなところで負けてられない。もう一度つなぎ直す。よし、返してもらおう。俺自身の笑顔、マックイーンの笑顔、みんなの全ての笑顔、俺が取り戻す。これで最後にしてやる。見てるか、マッピン。今まで君のことずっと好きだと思っている。ずっと君のために戦う。ずっと君のことThank you.
心の底から。ナンバーワンに俺はなる。いかがでしたでしょうか。最後の動画はワールド GT シリーズの最終戦にあるニュルプクリング24時間というね、メジャーバックエイトでそこを果たす場所にて勝てなかった人たちの群れを晴らすため、で自分の夢であるワールド GT シリーズ総合優勝という夢を叶えるため、でそして今度こそメジャーバックエイトでそこを果たすために挑んだ。そんな形の、キリキリ動画となります。まあ、ということでね。いやー、本当に、今年の2022はね、本当に、学びと、で、そして、奇跡
そういったなんかね、重なった一年だったなと思ってます。まあ、どういうことだったのかって言いますと、まず、学びというのは、こう、今回、今年本当に自分が知らないことで、こう、実は自分本当にね、こう、知らないことで、こう、悲劇に見舞われることが、ね、こう、まあ少しあったと言いますか。まあ、そんな形でね、まあ、まだ知らないことで、まだ、悲劇に見舞われることが多かった分、学びを得られた、そういう一年でもありましたとともに、まあね、さっき、もう見たかのように、いや、2年前でね、まあ2年前ですか、まあ、今年の2022年12月31日にこの動画を出すということになってきますと、1年前だね。1年前にね、本当にメジャーバックインとでそこを2度目でも果たせないまま終わってしまって、で、それで、すっごい落ち込んで、なお、本当に、こう、もうそこから立ち直るのに、本当、もうどうやって立ち直ったらいいんだよって、もうなりましたが、まあそこ、まあなぜかね、こう、自分自身が諦めたくないという気持ちで、そしてどうしても彼女を助けたいという気持ちが、本当、全身の体、もう体全身の方をね、一気に駆け巡る。といったほど本当に必死でした。まあまず言いますと、本当にワールド GT シリーズとの約束を果たすまでここまで本当にかかったと言えるべきほどでした。ただ約束を2度までも破ってしまったことに関しては本当に申し訳ないなって思っています。娘とかはね、こう現実寄りに作られているのと同じような形なのかもしれない、知れませんが、まあ、アニメとね、現実、アニメと、今この、自分がね、今この編集しているかのように、このリアルな世界ではやっぱり違いますのでね。アニメの世界だったら一発でその約束を果たせるのかもしれなかったりしますが、まあ現実ではまあ数多く一人いるのかもしれない。まあ個人的にっていう話にはなりますが、そういったね、ことを厳しい世界の中で、立ち直って本当に、ね、まあ助けたい。っていうのでね、本当に、まあ、彼女がこれからも笑顔になって、こう、歩んでいってほしいという気持ちで、そう走ったわけですけれども、やっぱり、まあ、バカだよなって、やっぱり、なるのかなって。まあ、二度目でも、そこを破ったっていうのに、まだ心の中で助けたい、それでも、諦めたくない。で、そして彼女がこれからも前を見て、笑顔になってもらいたいっていう、その、思いで突っ走っていってしまったことがさ、まあ、光師たちこと皆様方が、まあ、これを、まあ、どうってやっぱりなるとね、ってやっぱりそういう形にはなりますけれども、やっぱりそういった形でやべえき、約束を果たすっていうことへの意味も本当に重たさ感じるようなものでしたね。うん。継続するっていう、まあ、例えばやっぱり、まるまるをやめたりしないとか、まあそういったね、のは継続すればね、本当に、心が折れないように、すれば、やっぱりやめる、
呼べたりというのはないかもしれませんが、まあ、勝負での約束というふうになってしまうと、すごくハードルが高くて、まあ、すごく、ものすごくハードルが高いわけです。まあ、それをね、本当に知ることができたというのは間違いはないのですが、いや、本当にね、二度目までそこを破ってしまったことに関して、いや、果たせなかったことを本当に申し訳ないなって、すごく思っておりますが、それでも、彼女を必死で助けるって、そう決めたあの日からね、本当に、バルト GT シリーズのニュール25時間で、25時間じゃない、24でね、その約束を果たせて、今も良かったなと思っています。まあ少し自信はついたっていうふうにはなりました。まあ、本当に彼女が笑っているかどうかはわかりませんが、まあね、本当にそういった、ね、彼女とね、すぐ、まあ彼女ことメジロ・マックイーンとね、すぐを果たす決戦、まあ今度こそメジロ・マックイーンとね、約束を果たす、そして、勝てなかった人たちの無念、そしてワールド GT シリーズ総合優勝という自分の夢を目標をね、夢を果たすために、ワールド GT シリーズのニュール、ワールド GT シリーズだけでなくメジャーバックエイトでそこを果たす場所であるニュール24時間でその約束を果たすことができて、本当に良かったと、まあ、本当に良かったと言いますか、まあ、最高と言えるべきだったかと思っています。まあ、自分がもしあのワールド GT シリーズでその約束を果たせなかったり、勝てなかった人たちの胸を晴らせなかったり、こう自分がね、もし自分がねワールド GT シリーズで、ワールド GT シリーズで総合優勝という自分自身の夢を叶えられなかったり、勝てなかった人たちの胸を晴らせなかったり、そしてマックエイトでそこを果たせなかったら、きっと引退していたかもしれません。このゲーム実況者というのをね、まあこれ本当、まあ引退していたかもしれません。これはもう、本当のことでして、まあ、もうね、本当に、もう、すごくショックを受けていた、あの頃は。まあ、それぐらいの時期に追い込むほど、本当に勝負の世界というのは甘くはない、という感じで、まあ、本当にすごく大変でした。そんな形でね、いやー、今年は本当にワールド GT シリーズでの印象が大きかった1年であって、奇跡と、そして知らないことで悲劇に見舞われることもあった、まあありましたって言うんですか、まあ実はありましたが、まあそんな形で学びと、で、そして奇跡を多く得た一年だなと思っています。まあ、いい年過ごせたかなと思います。2022は。いや、この先も止まらないで行きたいな。行きたい。止まらないで行きたい。何よりも。この先もね、本当は青き光はさらなる。シーカーを解けて、2023年も駆け抜けていくだろうと思っていますので、一緒にね、こう、青き光に満ちた世界といいますか、景色を見に行きましょう。さて、
2023年に向かいますが、2023年でまずやりたいことというのかな、まあ、そういったのをね、まあその他いろいろな話をざっくばらんに話していきたいなと思ってます。で、2023年はね、こう前はツイッターとかで、ね、宣言して、まあ、宣言したにもかかわらず、ほんと急な形でね、こう GT7 で鈴鹿サーキットというね日本のコース、ね、日本のコースで、まあ、ファーストを取るのに精一杯だったという形で、本当に本当にね、いやー、アゼルバ本当に奇跡だったでしたので、ね、ぜひアーカイブで見ていただきたいのですが、まあ、そんな形で、ベヒーボスとね、今度こそベヒーボスとの決着を2023年に打とうと思っています。決着をつけに行きたいと思っています。ベヒーボス。で、あともう一つ一番達成したいことがありまして、で、それが、ラージオールリーグというね、ラストの、まあ、中にある、こう、ラージオールリーグというのをね、フルクリアするために立ち向かっていきたいと思っています。まあ、本来でしたら2022年にその、まあ、その、レオね、やっぱりやっておきたかったのですが、やっぱりハードルが高いということで、高くて、やっぱり一度倒せなかったとなってくると、やっぱり2023年に取るしかないよねっていうので、こう、考えてみました。で、なぜ、こう、ラージオールリーグというので、まあ、どうしてラージオールリーグに行くかと言います。行くことを決意したのかと言いますと、あのね、自分、こう、大好きな VTuber がいます。それが、さくらニコという方。まあ、彼女はこうさ、こう周りの人たちもいつも笑顔にしてくれたり、もう底抜けの明るさで、周りの人たちに勇気を与えてくれたりするような彼女なわけですけれども、その彼女はね、こう、ラジオリリグ、行った結果、負けてしまったということで、ね、まあ自分はその桜美子の仇を討つために、こうラージオリリグというので、まあ一回勝負したわけですが、まあやられてしまったと。まあラージオリリグというのをね、美子ちゃんの仇を討つっていうその約束をね、2023年に果たしたいということで、まあつまりリベンジです。リベンジ。ということで、2023年の、まあ、1月ちょっと近くぐらいにはやろうかなと思っています。まあ、今度こそね、彼女を笑顔にしたいので、ね、彼女を笑顔にしたいと思いますか。まあね、自分はね、こう、まあ、まず言いますと、自分は、桜ニコという彼女のことをね、こう、ホロライブと主人公だと思っていました。で、まあ、そんなね、主人公として見てきた、まあ、彼女であるさくらみこさんが、こうして、こう、まあ、いろいろあったわけじゃありませんか。こう、まあ、スパチャ事件とか、事件だったりとか、まあ、そういったので、いろいろ重なって、で、さらには本当に、さくらみこという彼女にはホロライブ、というね、事務所に通っていまして、で、その、ホロライブという仕事の量が芸能人のお仕事の並みにめちゃくちゃ大変だと。まあ、そんなわけでね、本当に、こういう時間のない中で、こうやってくれて、まあ、配信やって、笑顔にしてくれた、さくらみこ様に少しでも、笑顔と勇気を与えたいで、まあ、今度はね、自分の番なんだっていう、言うのね、本当に、その、
敵を討つという約束を果たしに行きたいなと思ってます。まあもちろんねえ、まあやっぱりミコピの人たちにもやっぱり、まあ、勇気それを与えたいと、まあ、ミコピという人たちはやっぱり坂田ゆかさんのことをずっと支え続けてくれる視聴者さんたちのことをそれを言うという、まあ、ディスナーこと皆様こと皆様のことをミコピと呼ぶのですが、その方たちのためにも、でそして自分自身のためにも絶対ラージで勝ってやろうと思っています。ラージでディベンジ成功、それを成し遂げたいと思っています。ということでね、まあ、それが2つ目の目標。でその2つのうちの1つの目標であるベヒーモスとの決着に関してのことは、あのね、急遽ね、こう予定がね、こう変更されてね、本当に鈴鹿の影響で、で、それで2023年には決着をつけに行こうということで、ベヒーモスとの決着を2023年にやろうかなと思っています。ということで、そんな形で簡単に言いますと、まず一つ目がベヒーブスとの決着をつけに行くこと。で、二つ目がさくらみことの、まあ、さくらみこの敵を討つ。ということ。まあ、つまり、ラージオーリリーグリベンジを達成することだよね。ということで、この先の青木進化は止まらずに行きたいと、自分は思っていますので。来年2023年における青木光の進化をこれからもよろしくお願いいたします。来年はいい年にして最高に楽しい一年にしましょう。それでは光氏たち、子供皆様、良いお年をお過ごしください。それでは光氏たち、子供皆様方、良いお年をお過ごしください。また2023年にお会いいたしましょう。 See you again on the next stage. See you.